はい、どうもこんばんは、小畑ぐるみです。はい、2023年10月になりまして、新ズムが3体登場しております。先ほどはスカーと女王の2体のスキルマックスの初見プレイをやってみました。最後の1体、チェルノボーグのこちらの初見プレイの動画をしていきたいと思うんですが、ごめんなさい、1点訂正させてください。先ほどの動画の中でね、私、このツムのことをね、憎悪の妃と呼んでおったんですけども、正しくは、憎悪の妃でした。恥ずかしい。妃が読めぬ読めへんの問題を、の前に、憎悪やって、憎悪と読むそうなので、はい、大変申し訳ございませんでした。はい、気を取り直して、こちらは、闇夜の魔人、チェルナボーグで、合ってるね。はい、少しの間、2種類だけになるよということで、必要スムーズが15、効果時間が8秒ということですね。はい、で、びっくりマーク押してみます。はい。はい、チェルナボーグは繋ぐと、周りを巻き込んで消すよということで、悪霊は繋ぐと炎に変化。で、炎はタップだけで消せるよということですね。ちょっとよくわからへんな。なんて言ったって、憎悪と呼んでる人なんでね。ただ、チェルナボーグを繋いで、炎を巻き込むと高得点が狙えるということなので、ちょっとよくわかりません。実際やってみましょう。はい。はい、では、フルアイテムで遊んでみたいと思います。どんな感じなんやろう。2種類になるツムといったらね、エンジェルとか、あとアクアが近いのかもしれへんけどね。はい。さあ。はい。ツムはね、紺色なので、まあ、見やすいっちゃ見やすいかな。はい、どんな感じ。おおおお、え、はい、お、え、お、な、なに、よいしょ。うわ、なに、ちょっと、どういうこと。ね、まずスキルはかっこいい。これをつなぐと周りも消えるけど、こうあと炎に変わる。どういう、むずよいしょ。はい。こっちを消し、正しいか、こう、炎を重ねて、もう一気に消すのがいいのかな。ロングチェーンで、ちょっと、はい、こうな、悪霊、難しい。悪霊をちょっと一気につないでみたのかな、さっき。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。よいしょ。これ、悪霊からいった方がいいかな。か、チルナボーグから。ちょっと、ミスってる。あ、やばい、やばい。あ、やばい、あかん。ちょっと待って。やっぱ、イチゴが可愛いけど。それ、気にしてるばあちゃん。こうやってロングチェーンで繋いで消す。ロングチェーンで繋いで消す。方がいいかな。どうなんやろう。これはちょっと練習がいるぞ。これは難しいぞ。よいしょ。いけるかな。にゃーって。最低。そう、3体の中で、いっちゃーん、ちょっと、全然やったね。よいしょ。ちょっとね、もう一回やらせてもらっていいですか。ちょっともう一回やります。すいません。もうなんや、全く歯が立ちませんでした。これチェルナボーグを先つないでもなんか巻き込んでた、今巻き込んでたかな。か、先に悪霊から行った方がいいんかな、どうなんやろう。はい、2回目です、すいません。よいしょ。いや、これは難しいぞ。1回ちょっと悪霊から行ってみようかな。
はい、スキルがかっこいい。で、こう、行きます。なんかね、繋がらへんよね、チェーンが重く。これ、だいぶ下手くそ。どうやってるのかがめちゃくちゃ気になる。スキルはねめっちゃかっこいい、うん、でこれロングチェーンをつないで消した方がいいのか、でも高得点になるかねっていうのがねちょっと活かしきれてないような気がする。よいしょ。おお、ほぼ悪用。焦るよね。落ち着け。よいしょ。これはなんか初めてやる感じ。よいしょ。こうやってこうロングチェーンをつないで消してもねえ、チェルムナーウォーグがなんか活かしきれてないような気する。どう立ち回るのが正解なんかな。で炎がねこう消し忘れるっていうか消えないままこのまま置いとくと固まってんねんね、落ちてけえへんねん。やしそこで角の振りが止まってしまうっていう、それもなんかちょっと新しい。よいしょ、OK。はい、こう、あでも今や、まあこうなっちゃうよね。はい、超絶下手くそです、すみません。はい、これはちょっとね練習がいる。ほんとあと消し方、これちょっと研究する必要があると思います。めちゃくちゃ難しいけど面白いと思います。はい、いかがだったでしょうか。はい、最終、まあこんな感じです。はい、闇夜の魔人チェルナボーグのスキルマックスの初見プレイでしたけれども、これはね、はい、もう一回見ますけど、チェルナボーグをつないで周りのツムを巻き込んで消すっていうところと、あとはね、この炎を巻き込むと高得点が狙えるっていうところがちょっとうまく活かしきれてなかったかなっていうふうに思いました。これはちょっとねだいぶ練習が必要なのと、あとはね、立ち回り方のね研究が必要かなと思います。はい、はい、では以上3体やっていきましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、確率アップがね10月の4日水曜日の10時59分までとなっております。期間限定のツムですし、あの3体ともね個性があって、面白いツムになっておりますので、ぜひぜひコインの余裕がある方はぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。またコメント欄とかでもね、こういう風にやったらいいよとかある方ぜひ教えてください。最後までありがとうございました。コアとキグルミでした。 See you!